こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマは、クレカ積立月10万円が発表されました。SBI 証券、楽天証券、マネックス証券、AU 株コム証券となっております。なお、これら大手の証券会社以外にも、中堅の証券会社につきましても最新情報でご紹介してまいります。さあ、セビア3月9日土曜日となっております。まずはじめに、クレカ積立月10万円の発表が各証券会社からなされました。本日は徹底解説となっております。次にクレカ積立即売りで獲得ポイントをまとめましたのでご紹介していきたいと思います。最後にお得なキャンペーンとなっております。ぜひ最後まで見ていってください。ではまずはじめに大手証券会社の発表内容につきましてまとめました。 SBI 証券となりますが、月間上限額は10万円に拡大する旨発表がされております。なお、還元率と設定可能時期につきましては速やかに案内するという内容でありました。次に楽天証券となります。楽天証券では楽天カードと楽天キャッシュの2通りで積み立て投資することができます。そして楽天カードにつきましては代行手数料が 0.4% 未満と 0.4% 以上で分かれてまいります。月間上限につきましては楽天カードのみ10万円となりまして、楽天キャッシュは5万円。合計で月間15万円積み立て投資することができることとなります。なお、楽天カードにつきましては還元率は据え置きとなりました。代行手数料が 0.4% 未満につきましては還元率 0.5%、 代行手数料が 0.4% 以上につきましては 1% 還元となっております。なお、即利をされる場合ですと若干手数料高くなりますが、 0.4% 以上のもので還元率 1% を狙っていくことになるかと思います。そして設定可能時期につきましては3月10日以降に予定されているということです。なお、楽天キャッシュにつきましては上限額は5万円で据え置きとなっております。そして還元率につきましては楽天キャッシュの調達方法により変動いたします。当チャンネルおすすめのプラチナプリファードルートでありますと 3% 還元となっております。次にマネックス証券となります。マネックス証券ではマネックスカードで積み立て投資することができます。マネックス証券につきましては5万円以下につきましては従来通り 1.1% 還元となりました。そして5万円から7万円部分につきましては 0.6% 還元、7万円から10万円以下に関しましては 0.2% 還元となっております。設定可能時期につきましては3月25日以降と予定となっております。最後に au 株コム証券であります au ペイカードを用いまして、月間上限額は今回10万円に拡大されております。還元率につきましては現行通りで 1% 還元となりました。設定可能時期は3月15日以降となっております。では続きまして、中堅の証券会社についてご紹介いたします。なお、ご覧の表の通り、中堅の証券会社につきましては3月8日時点で発表はありませんでした。おさらいとなります。 PayPay 証券につきましては PayPay カードと PayPay 残高で積み立て投資することができます。それぞれ月間上限額は5万円となっております。 PayPay カードは 0.7% 還元、 PayPay 残高は 0.5% 還元であります。次にセゾンポケットダイヤコネクト証券、セゾン投信となっております。当チャンネルでは JQ カードセゾンゴールド3枚持ちについてご紹介しております。注目のセゾンポケットにつきましては現行では発表がありませんでした。現在では月間積立上限は5万円となっております。次にウェルスナビ法イオンカードとなっております。こちらはイオンカードゴールドセレクトをご紹介しております。月間積立上限は発表がありませんでしたので、現行通り5万円となっております。還元率は 0.5% となっております。最後に積み木証券であります。こちらは JQ エポスゴールドカードをご紹介しております。月間上限額は10万円にすでに拡大をされております。なお、4月以降につきましては即利規制のルール変更がなされますので、積み木証券で即利を行う場合は還元率が 0% となってしまいます。即利を利用しない場合につきましては1年目で 0.1%、 2年目で 0.2% ということで、1年ずつ 0.1% ずつ増えていくこととなります。ではここからは各証券会社が発表いたしましたニュースリリースをまとめてご紹介していきたいと思います。まずはじめに SBI 証券となっております。クレカ積立上限額10万円へ引き上げのお知らせとあります。3月8日に発行されましたニュースリリース抜粋となっております。当社でクレカ積立に利用ができますクレジットカードはすべて10万円へ上限額引き上げの対象となりました。なお、積立設定可能額引き上げの実施時期や引き上げ実施後のポイント付与率などの各種付帯条件につきましては、条件が決定次第速やかにご案内いたします。このように今回の SBI 証券の発表ではクレカ積立の還元率につきましては言及がありませんでした。
特に注目されているのがプラチナプリファードの還元率となっております。現行でありますとプラチナプリファードは 5% 還元でありますが、今後10万円に拡大された際も還元率が 5% 維持されるのか、維持されなくても総獲得ポイント数は増えるのかどうかが注目されております。次に楽天証券のニュースリリースとなります。こちら3月8日に発行されたものであります。楽天証券投資に続いて楽天カードクレジット決済月額上限を10万円に引き上げ、さらに抽選で7010名様に最大10万ポイント総額500万ポイントが当たるキャンペーンを開催といった内容であります。そして今回の楽天証券のニュースリリースは具体的な項目について言及がありました。3月10日以降の積立設定分、同年4月積立購入分より楽天カードクレジット決済での投資積立上限額を月5万円から10万円に引き上げます。現在楽天証券では楽天グループのオンライン電子マネー楽天キャッシュ決済で投資積立も提供しています。今回楽天カードクレジット決済の上限額を引き上げることで、両決済手順合わせまして毎月15万円までキャッシュレスでの投資積み立てが可能になります。そして今回のニュースリリースには新しいキャンペーンの情報も含まれておりました。 NISA 口座で楽天ゴールドカードまたは楽天プレミアムカードで投資積み立てということで、クレカ積み立て10万円引き上げ記念キャンペーン最大10万ポイントが当たるキャンペーンとなっております。キャンペーンの詳細情報も確認しておきましょう。エントリーが必要でありまして、3月8日から6月30日までとなっております。キャンペーンの対象者につきましては、下記の1、2、3を満たす方となっております。1はキャンペーン期間中に本キャンペーンにエントリーする必要があります。2は楽天ゴールドカード、または楽天プレミアムカードを期間内に新規作成された方となります。3につきましては、NISA 口座で楽天カードクレジット決済による合計5000円以上の投資に積み立て完了する必要があります。なお今回の特典でありますが、上記のキャンペーン対象者の中から抽選で7010名様にポイント申請となっております。10名様には10万ポイント、1000名様には1000ポイント、6000名様には500ポイントといった内容であります。次にマネックス証券のニュースリリースのご紹介となります。マネックスカードクレカ積み立て積み立て上限額拡大のお知らせとなっております。こちら3月8日に発行されたものであります。この度、マネックスカードのクレカ積み立てサービスにおいて、2024年4月買付分より積み立て上限額を月10万円に拡大いたします。2024年3月25日から10万円上限での2024年4月買付分の申し込みを受け付けいたします。マネックス証券はご覧の表の通り、積み立て上限額は月10万円に拡大されます。適用日につきましては2024年4月買付分より適用となります。なお4月分の買い付けの設定につきましては3月25日から申し込み受付開始となっております。次にマネックスカードでのポイント還元率であります。5万円以下につきましては従来通り 1.1% の還元率となりました。そして5万円から7万円以下につきましては 0.6% 還元、7万円から10万円以下につきましては 0.2% 還元となっております。そして今回マネックス証券では月10万円の拡大を記念いたしまして、新しいキャンペーンも開始されました。こちらのキャンペーンはエントリーが必要となっております。豪華カタログギフトを抽選で11名様にプレゼントとなります。キャンペーン期間は3月8日から6月30日までとなっております。キャンペーンの応募方法も確認しておきましょう。まず一つ目ですが、ハッシュタグをつけて X にマネックスカードに関するポストをする。2つ目はホームページのエントリーするのボタンからアンケートに回答の上エントリーを行う必要があります。キャンペーン期間につきましては3月8日から6月30日までとなっております。プレゼントの時期につきましては7月末から8月上旬頃を予定されております。では次に au 株コム証券のニュースリリースとなります。 au ペイカード決済による投資信託の積み立て月間上限を10万円に拡大、3月15日という内容であります。3月8日に発表された内容であります。2024年3月15日より au ペイカード決済による投資信託の積み立て月間設定上限を10万円に拡大いたします。
そして4月5日までに設定または変更していただきますと、5月1日以降の指定日から月間最大10万円までの積み立てが可能となります。なお au カブコム証券のクレカ積み立ての詳細内容はご覧の通りとなっております。今回変更がありましたのは、積み立て設定可能額が毎月100円以上10万円以下に拡大されております。それ以外の内容につきましては特に変更はありませんでした。利用可能なクレジットカードは au ペイカードや au ペイゴールドカード2種類となっております。対象の口座も特定口座、一般口座、NISA口座であります。そして積み立て設定の期日や指定日につきましても特に変更はありませんでした。なお1点注意事項もあります。 au マネカツプランのクレカ積み立て特典については、毎月の投資信託の積み立て金額が5万円までが上限となっております。こちらは10万円に拡大されておりませんのでご注意ください。6時2つ目はクレカ積み立て即利獲得ポイントをまとめました。プランの表は当チャンネルおすすめの証券会社とクレジットカードとなっております。変更制度につきましては左側の青い部分となっております。新制度月10万円対応部分につきましては右側の赤色部分となります。新制度におきましては年間で 96,960 ポイント獲得ができます。こちら SBI 証券を除いたポイントとなっております。一方で現行制度につきましては 82,800 ポイントであります。つまり SBI 証券を除いた状態でも今回の発表で年間で 14,160 ポイント上がったこととなっております。なお楽天証券につきましては、楽天カードと楽天キャッシュで積み立て投資することができます。今回は楽天カードに関しまして5万円から10万円に拡大されました。還元率は 1% で据え置きとなりました。つまり年間では1万2000ポイント獲得することができます。現行制度では6000ポイントでありましたので倍増することとなりました。一方で楽天キャッシュにつきましては現行通り5万円の上限となっております。ですが楽天キャッシュにつきましては、当チャンネルおすすめのプラチナプリファードルートでありますと 3% 還元となっております。この場合は年間で1万8000ポイント獲得ができます。ご覧の通り楽天証券だけでいきますと年間で3万ポイントをゲットすることが可能となっております。次にマネックス証券となります。マネックス証券でも投資上限が5万円から10万円に拡大されました。還元率については5万円までが 1.1% 還元、5万円から7万円までが 0.6% 還元、7万円から10万円までが 0.2% 還元となっております。現行制度におきましては6600ポイントでありましたが、新制度におきましては合計で8760ポイントをゲットすることができます。つまり2160ポイント、ポイントが多くいただけるようになりました。次に au カブコム証券となります。au カブコム証券でも月間投資上限が5万円から10万円に拡大されました。還元率につきましては 1% 還元でありまして現行通りとなりました。つまり新制度におきましては年間で1万2000ポイント獲得ができます。現行制度では6000ポイントでありましたので倍増する結果となりました。では今回大手の証券会社からはニュースリリースで発表がありましたが、中堅の証券会社につきましてはまだ発表がされておりません。ダイワコネクト証券、セゾンポケット、セゾン投信につきましては現行ポイントで計算をしております。なお JQ カードセゾンゴールドカード3枚持ちいたしますと100万円利用特典で3万ポイントゲットができます。そしてダイワコネクト証券につきましては JR キューポのポイントに関しましては即利を行いましてもポイントがいただけます。6000ポイントゲットができます。ダイワコネクト証券、セゾンポケット、セゾン投信、 JQ カードセゾンゴールド3枚持ちを駆使いたしますと、なんと年間で3万6000ポイントゲットすることが可能となっております。次にベルスナビ4イオンカードとなります。当チャンネルではイオンゴールドカードセレクトをご紹介しております。まだ発表がされておりませんので投資上限は5万円で計算しております。還元率 0.5% でありますので年間では3000ポイントゲットができます。ベルスナビ4イオンカードでは100万円修行も対象となっております。なおイオンカードゴールドセレクトにつきましては50万円利用の際にゴールドカードのインビテーションをいただくことが可能となっております。最後にペイペイ資産運用となります。ペイペイ資産運用ではペイペイカードとペイペイ残高で積み立て投資を行うことができます。ペイペイ資産運用はまだ発表がされておりませんので月間上限は5万円で計算を行いました。ペイペイカードにつきましては 0.7% 還元、ペイペイ残高は 0.5% 還元となっております。
PayPay カードは年間で4200ポイント、 PayPay 残高は年間で3000ポイント、合計で7200ポイントをゲットすることが可能となっております。本日の動画を見ていただきまして、クレカ積み立て即利に興味を持っていた方はぜひこちら総集編の動画を見てみてください。クレカ積み立て即利で年間 69,400 ポイントの具体的な獲得方法をご紹介しております。こちらの年間 69,400 ポイントにつきましては、旧制度におきますポイント制度となっております。ですがクレカ積み立て即利の仕組み自体は変わっておりませんので参考になるかと思います。こちらの関連動画は本動画の概要欄に URL を貼り付けております。気になる方はぜひ見てみてください。次に JQ カードセゾンゴールドの関連動画のご紹介となります。なんと JQ カードセゾンゴールド3枚持ちすることで3万ポイントをゲットすることが可能となっております。ダイワコネクト証券セゾンポケットセゾン投信でクレカ積み立て即利をすることとなっております。こちらの関連動画につきましては本動画の概要欄に URL を貼り付けております。気になる方はぜひ見てみてください。6時3つ目はお得なキャンペーンとなります。本日ご紹介いたしましたクレカ積み立てで利用いたしますクレジットカードと証券会社となっております。これら大手のポイントサイトから新規に口座を発行いたしますと、ご覧の通り全部で20万900ポイントもゲットすることが可能となっております。特に赤字のものに関しましては1万ポイント超えてきております。プラチナプリファードに関しましては紹介制度からご加入いただけますと1万ポイント、公式サイトでも1万8000ポイントキャンペーン実施中であります。オリーブゴールドは公式サイトで3万5100ポイント、aupay カードは公式で1万ポイントであります。イオンカードセレクトにつきましては公式サイトで1万2000ポイント、D カードゴールド復活しております。現在2万5000ポイントということで過去最大級の還元祭となっております。続いて証券会社でありますが、au 株コム証券はハピタスで1万500ポイント、モッピーからですと1万1000ポイントであります。マネックス証券もモッピーから1万ポイントとなっております。ご覧の表のキャンペーンにつきましては、本動画の概要欄にすべて URL を貼り付けております。気になるものがありましたら、ぜひ概要欄を見てみてください。さらに大手のポイントサイトでは、新規に ID を発行し、条件達成するとポイントがゲットできちゃいます。まずはじめに大手ポイントサイトのハピタスのご紹介となります。皆様には最大で1500ポイントゲットすることが可能となっております。紹介 URL からご加入いただく必要があります。紹介 URL は本動画の概要欄に URL を貼り付けております。次にポイントインカムのご紹介となります。ポイントインカムではお友達の特典ということで入会ボーナスで1000ポイント、交換ボーナスでも1000ポイント、合計2000ポイントをゲットすることができます。紹介 URL、紹介コードにつきましては概要欄に記載しております。最後にモッピーのご紹介となります。お友達への特典ということで入会後のミッションクリアで2000ポイントゲットすることができます。こちらも紹介 URL 紹介コードは本動画の概要欄に貼り付けておりますのでぜひ見てみてください。